ゴルゴ、ゴルゴ、愛しのゴルゴ、私のゴルゴ。これあのダウンタウンさんの歌なんですよね、はい、で僕が23か4かな、今田さんと今田浩二さんと東野浩二さんのお笑いのライブが新宿であって、勉強で行かせていただいて、その時に、流れてた曲でございます、いやね、めちゃくちゃこの YouTube を回す方法あるんですけど、はい、絶対死んでもやんないです俺は、ね、で95年の話までなんつって、95年なんか僕本当にもうあの人と1年360日いましたから、はい、でそんな話はもう死んでもしないし、はい、まあこれはねもう本当もう今の僕がその外野で言うことでもないんで、はい、僕今回ただね、はい、しっかり言いたい話がありまして、はい、この寿司屋さんが、はい、まあ、寿司屋さんがというか、まあ、そもそもね、あの港区女子っていう言葉が僕大嫌いで、まず本当そのサブリ、うん、で実はねこれディレクターにこの話してないと思うんだけど、はい、大昔ねうちの店が何年前かな、コロナ前にすごくにぎわってる日だったんですよ、はい、で女性がお二人で来られて、うん、で何歳ぐらいかな、20代前半か半ばぐらいの方ですかね、でお飲み物2つご注文、それぞれご注文されて、で当然何を注文したかもちろん覚えてないですよ、はい、でスタッフに言って、ほんだら急にやっぱ出るみたいな話になったんですよ。ほう、でこっちはもう作ってたんですよ。ほう、だからあ、まあもう作ってるし、でそれを当然完全敬語で、あすいませんってお作りもしてしまってましてみたいなこと言ったら、そのお二人がぐわー、ここの席だったんですけど、はい、本当に作ってんのかみたいな感じで入ってきたところ見たんですよ。あー、ドリンクを作ってるのかと。そうそう、はい、本当に作ってたし、もう出来上がってたんですよ、はい、ほんだら、まああれ男のお客さんだ、俺キレてますけど、はい、まあ、女性二人だし20半ばぐらいだし、うん、半ばか20前半ぐらいだから、うん、キレなかったんですけど、こんな高級店でもないのにどやこやと言われて、はい、そん時に言ったのが、うん、これだから渋谷区はみたいな。いや僕ね、まあディレクターはまあ関東生まれっていうか、はい、こっちの人じゃないですか、まあはい、で僕は四国の徳島っていう田舎で、うん、別に何ら田舎を恥じてないですよ、はい、で東京で暮らしてる方が長いし、だからこそ言えると思うんですけど、いや僕今まあ変な話ね、渋谷区の恵比寿というまあ人気がある場所ではあるじゃないですか、うん、そこで商売させていただけてることはありがたいですし、はい、別にだからってっていう、なんなのその、いや港区だもん。でもっと言うとね、よくねチャキチャキの江戸っ子なんて言うんですよ、あれって嫡男長男である方のまたさらにご長男で、嫡男じゃないとチャキチャキの江戸っ子って言わんみたいな。いやほんでその女の子二人もこれだから渋谷区はとか言って、でなんかその時ね、なんか変な男のお兄ちゃんがどうしたどうしたみたいな感じで来て、でなんかいやこれだからみたいな、だからその時も言ってました。いやもうなんか港区とかもう何なの、もうだうちのカリスマバイトリーダーなんか港区生まれ港区育ちじゃないですか、ね、全然そんなこと言ったこともないし、ほんまの人って聞いたことないしね、なんかやっぱどっかその何代も続いてない人に限っておっしゃるのか、いやもうでそういう言葉も嫌いだし、あとねちょうどいいタイミングだなと思ったんですけど、はい、うちのこの YouTube にコメントをしてくださって、はい、ずいぶん前に僕が、はい、もうありえない大嘘をコメントに書かれてるっていう話の回があるじゃないですか、はい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 、でそれで多分そのコメントしてくださった方はお客様としてそのあるお店に行かれて、はい、もうあまりにもちょっとこうひどかったんで、うん、初めてその口コミに、まあ、文句っていうのかな、うん、こう、まあ、レビューに悪く書いたみたいな感じで、はい、すみません、なんか課金までしてくださってるんですよ。いやー、びっくりしました。本当そうそう、はい、ただ全く収益化は一応されてるはずなんですけど、はい、全くお金もまだ頂戴してないですけど、はい、まあ、そういう冗談はさておき、はい、やっぱその今回の寿司屋さんの話は、はい、当然飲食店側だから肩持つとかじゃなくて、往々にしてあるのがうちもそうでしたし、大体ね、確かにその大将の何かに腹立ったのかイラッときたのか、でもね嘘つくんですよ、書き込む人の方が。なるほど、嘘つくというか
過剰に、うん、ほんまはそんな言い方してないのにそういう言い方したとか、で僕なんかもディレクターなんか絶対見てくれてると思うんですけど、はい、外人のお客さんに対して英語が喋られないんで、はい、ボディーランゲージでなんかこうポテトよとかこうポロッとタメ口になっちゃうことありますけど、自分で商売して、はい、もう、まあ、小学生は別として、どんなに20代前半だろうが若いお客様だろうが絶対敬語で喋るんですよ、はい、でも悪口書いてる人ってもうそっから嘘でタメ口っぽくされてるんですよ。そんなわけないんですよ。でまあいろんな飲食店もありますし、確かに恵比寿でも僕の先輩は二度と行かないっていう店主側がめちゃくちゃ偉そうで腹立つ店も確かにあります。でも今回そのあちらのお寿司屋さんに限っては擁護されてる方も当然いらっしゃいますけど、そういう人が基本ないって書いてるから、ね、僕は肩持つとかじゃなくてそう思いますよ、うん、でまあなんかあのジェットリーさんですか、はい、すごいあのいいですよ、ね、なんかすごい世間の裁判官みたいな人だから、はい、この女はそのみんなが見るとそのポスト、はい、なんインプレッションインプレッションですか、はい、それでお金が入るから、ね、もうわざとどうであろうかみたいな、うん、あれてもいいと、いやもうそれでしか、まあちょっと今回はでもまあ正義は勝つっていうか、うん、結局ホリエモンさんとかいろんな方があの温厚な対象が起こるわけないみたいなことにそういう感じにもなってらっしゃいますし、確かにその成人君子じゃないじゃないですか人間、うん、誰しもが僕なんかも思いますよ。本当に嫌なお客さんってたまにいるんですよ。やっぱ呼ばれてで他のお客さんにちょっと迷惑かけてる人とか、それ僕はやっぱ大衆店ですし結構バッツンと行くタイプなんです。でそれがかっこいいとも思ってませんし正しいとも思ってないんですけど、やっぱ自分の店である限り本来は店主がある程度のルールは決めていいと思います。あのお客様っていうのは大事ですし、お客様にお金を頂戴してるから生活ができてるの分かってるんですけど、でもだからって言って、こっちは奴隷でもないし、自分の範疇というかその許せる許容範囲を超えたら怒っていいと思います、はい、僕は、はい、自分のお店ですもんね、はい、絶対それに対してやっぱお客様ってついてきてくださるし、はい、で僕の場合はちょっとタカチャンネルズでちょっとふざけすぎて未だにあの Google の口コミが 2.6 っていうことにはなってますし、それも決してない僕も良くないんですけど、まあまあ、何が言いたいかというと、はい、まあ、今回で、あの女の子っていうのは、まあ、しめしめってなってると思うんで、なるほど、もうこれ以上過剰に騒がない方がいいんじゃないかと、うん、あのお寿司屋さんはあのお寿司屋さんで逆にまあ大将多分思うところすっごいあったと思うんですよ、はい、もう気持ちわかるんですよ。僕だってもうほんとタカチャンネルズでそれこそ言葉ですけど、まああんなのもうありもせんこと書かれたり、いまだに口コミにもなんかぼったくる、ね、ぼったくったことが絶対ないですから、ね、でもこれはもうそういう経験した人しかわからんことでもありますし、この話しながら思ったけど、はい、今回の文春の件ももしかしたらそういうとこもあるかもしれんけどね。いや、もうだから誰が本当ね本当のこと言ってるかっていうのは難しいですよね。そのこっちがちょっと良くなかったことがあったかもわからんけど、ちょっとオーバー目に言われちゃうと、やっぱオーバー目に言われることが正しいみたいになってしまうところもありますもんね。今回のお寿司屋さんもそうですけど、はい、ね、その文春で今叩かれてる人も、はい、イメージはもう完全に悪化してるわけじゃないですか。そうですよね。だから僕が知る限り、はい、僕が知る限りですよ、はい、僕が知る限りそんな人ではないです。僕が知る限り、はい、すいません、これ寿司屋さんは行ったことないです。あのどっちの話かってちょっとそうです、ね、すいません、ちょっとお酒も入ってるんで、まあ擁護するつもりとかじゃないんですよ、はい、まあ僕はもう本当オンっていうか世話にもなりましたからね。ただ僕ごときが言うとまたいろんな人に怒られるんでね、もう言わないです、はい、本当に。でも、はい、やっぱり飲食店が絶対正しいとは言わない、はい、もしかしたら大将も機嫌が悪い日もあったかり、そうですね、そのちょっとこの客生意気だなと思った時があったかもしれないし、はい、僕だってありますよ、はい、正直、はい、周りにも偉そうなお客さんでちょっとカチンときますもん、正直。で何回注意しても例えばうるさすぎたり他のお客さんに迷惑かけて、はい、何回注意しても聞かん人に、いや怒りますよ、はい、もう3回目ですよとかもうそれ言いますし、で
もう店内で、うちなんか高級店じゃなく大衆店ですから、店内でお菓子食べ出したりとかする人がたまにいるんですよ。持ち込みね。はい、行きますよ。いや、もう飲食店なんで、商売で。それは当たり前。それはもう言っていいと思いますよ。何でもかんでも飲食店がお客様だからつって、王様と家来じゃないから。まあでもそこを怒鳴ってるところだけね。そうなんです。動画になったら、またちょっと印象がね。そうなんですよね。まあ、僕が心配するよりもその高級店ですし、はい、お客様がこれで逆にまたあの、ね、応援じゃないけど行かれたり、で今まで来られたお客さんはだからあの店やっぱでならないと思うやし、大きなお世話かも分かんないですけど、ちょっとやっぱりあの数少ない口コミを荒らされた、はい、口コミを荒らされたというか、いやあの飲食店 の、まあ、あのすみません売り上げとかね、あの全然違いますけど、違うんでしょうけども、一応ね、あの気持ちが分かりますね、立場として、そうそうそう、気持ちが分かるんで申し上げました、はい。